令和2年8月に亡くなった渡り哲也さん。数多くのテレビドラマや映画で強い存在感を放ち、西部警察などの刑事者ではスーツに角刈りりの独特なスタイルで人気を集めた。渡りさんは昭和16年島根県生まれ、大学在学中にスカウトされ俳優に、昭和40年に映画デビュー、6年間で、 55本もの映画に出演し、アクションスターとしての地位を確立した。昭和49年大河ドラマ、勝海舟を病気で降板。以後は、病と戦いながら演じ続け、大河ドラマ、秀吉では、これまでにない新たな信長像を作り上げた。病を乗り越えるたびに、役者としての凄みを増していった渡さん。 最後まで誠実に生きた78年の俳優人生だった。渡さんは、1967、1969年の約2年間、女優の吉永紗友りさんと交際されていたそうです。渡さんと吉永さんは、1966年、映画、愛と死の記録での共演で知り合われると、たちまち意気統合し、交際に発展したそうですが、 実は、この映画、吉永さんと浜田美香夫さんのコンビでヒットした映画、愛と死を見つめての第二弾で、前回から引き続き、吉永さんと浜田さんのコンビの予定だったのですが、浜田さんが目を大怪我したことで降板、渡、ま、りさんが大役に起用されたのでした。ちなみに、吉永さんを古くから知る作家の中平まみさんは、渡りさんは、 小もまえちゃんと必死と抱き合うラブシーンもあり、私生活にも情が飛び火したんでしょうと、それまでアクション専門だった渡りさんが、美人女優の吉永さんとラブシーンを演じたことだ。本当に好きになってしまったのではないかと、おっしゃっていました。また、吉永さんの方も、後に、自著エッセイ、夢一途の中で、この愛と死の記録の、 カットされてしまったという、原爆ドームでのラブシーンのことを切々と綴られ、そのシーンの写真を大きく載せるなど、また李さんとの愛が始まったこの映画に、とても愛着を持っておられたようで、空手有段者で、肉体派のイケメン俳優だったは、李さんの虜になっていたようです。吉永さんのお父さんが結婚を許してくれなかったそうです。お母さんからも、結婚したら、 相手を絶対に許さないと言われるほどの猛反対でした。そんな状況に、また李さんは、なんで、俺のところに飛び込んできてくれないんだ。両親に結婚を反対されているとはいえ、見え切らない態度の吉永さんに、電話をしては結婚を迫ったそうですが、最終的には、吉永さんが、また李さんよりも両親を取る形になり、破局、吉永さんは、 この時のことを、両親を説得できなかったんです。だから、渡りと直接会って、あなたとは結婚できませんと伝えました。涙が止まりませんでした。それで別れたんです。と明かしています。最後まで美学を貫いて旅立った。15年に急性心筋梗塞で入院。手術していこう。 CM 撮影や、雄う郎さんの特別番組の収録などを行ったが、映画やドラマの現場に出ることはなかった。17年8月に行われた、北海道の伊佐雄う郎記念館の閉館セレモニーにも姿はなく、雄う郎さんの命に地方用への参列は、昨年の33回期の弔い上げまででなかった。関係者によると、渡さんは、としさんに対し、自分の不法は、 葬儀などすべてが終わるまで誰にも知らせるなという趣旨の遺言を残していたという車葬も行わないよう言い置いていた自身のことで人を巻き込みたくないという男気だった立広氏神田正輝氏は羅集団所属俳優にも最後を知らせず一人で旅立ったイサプロ社員俳優たちには12日死去が伝えられた家族葬には タチラ俳優も駆けつけることができなかったという、投了生活も長かった。91年直腸が、97年大腸がんで手術を受け、近年は治療の廃気手呼吸器疾患もあった。だが、リハビリに取り組みつつ新聞に熊なく目を通すなど、再び現場に立つ意欲は衰えなかった。俳優はスクリーンや画面の中で見せるものがすべて、 弱った姿を見せるものではないという姿勢は一貫した。マスコミの前に公に登場した最後は17年9月30日。吉永さゆりといった宝酒造の CM 撮影。理学療法士の指導でストレッチやスクワットなどのリハビリをし散歩していると明かした。吉永とは66年公開、愛都市の記録で初共演して以来の付き合い。 気心知れた間柄で、渡さんは元気になったら、最後の一本は吉永さんとご一緒したい。再び映画に出ることを目標にリハビリにも励んでいたが、叶うことはなかった。美野さんと出川さんは、一軒目のお店にいた女性たち十数人を連れて、カラオケに行ったそうです。するとそのカラオケ店に、偶然、渡り哲也さんのグループが来店。 出川さんは渡りさんに挨拶した後、気がついたら俺と渡りさん、二人で口なしの花を歌ってたの、かっこ笑い、と振り返っていました。一社は以前、美野さんに渡り、さんとの思い出話をお聞きしています。渡りさんは本当に歌が好き。カラオケで俺に歌わせないから、また、伊さんは同様から演歌まで、幅広いジャンルの曲を歌うそうです。 渡さんは必ず約束を守る人だと、美のさんは言います。渡さんに、うちの親父が口なしの花が好きで、下手なんですけどよく歌うんですよって言ったら、そうか、嬉しいな。じゃあ、今度お父さんと飲んだ時に歌いましょうって。だから俺は渡さんと会うたびに、実家の名古屋に、いつ来てくれんのって言い続けたの、かっこ笑い。 そしたら、本当に、それだけのために名古屋に来てくれたんだよ。びっくりして、渡さんは、僕のスケジュールを事務所に聞いていたみたいで、僕が東京駅で新幹線に乗るとき、後ろから誰かに肩を叩かれて、振り向いたら渡さんがいて、兄貴どうしたのって聞いたら、これから名古屋に向かうから、親父に言っとけよ。俺が一曲歌うからって、 そういう人なの。それで、急いで、渡りんのホテルを取って、親父に連絡して。僕たちがホテルに着いたら、親父もお袋も、ロビーに直立不動で立ってたよ。かっこ笑い。それで、一緒に飲みに行って歌ってくれたの。渡り世兄弟は役柄と対照的に、若い頃から龍馬と戦う人生を過ごしてきた。身のもんたが酒好きだから、渡りに、 酒はほどほどにと生前しなめられていたが、ミノは存命で、天命は人それぞれだ。亡くなった時、めちゃくちゃショックだった。まだまだドラマとか映画を見たかった。正月の小畜梅の CM が見れなくなったのも寂しい。渡りさんは、災害が起こると仕事をすべてキャンセルして、ボランティアしてましたね。いろんなことを輸にいるけど。 何もしない人よりおっぽどまし、被災者も渡たりさんや、軍団に励まされたはず。